今回は、オロチマルが YouTuber になったらありえそうな展開、について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。優勝ばっかしてる。今日は両親の生まれ変わりを探すわよ。今夜はこの近術で優勝していくわね。今日は失敗談と一緒にこの葉の里を滅ぼす。5つの方法を紹介するわね。うますぎて馬になったわね。一般男性の方じゃねえか。作中で本当に居酒屋で優勝していたから、何やっても不思議ではない。思春期の息子との付き合い方について、一度息子から刺されたこの私が教えていくわね。今日はサルトビ先生とのコラボ配信よ。はい、エドテン。あら、サルトビはサルトビでもアスマの方だわこれ。配信でいちいち禁術使うな。いろいろあったけど銀盾おめでとうってばよ。今日はゲマキの最新パックを開封していくことにするわね。自分をオロチマルだと思ってる一般男性が YouTuber の方、自分を一般男性だと思ってる、オロチマルがフルパワー人間などの方。複数人いる？エドテン生贄必要だからな。オロチマルはそれ用のクローン作ればいいから、もういくらでも踏み倒せるんだ。生命倫理とか超越してらっしゃる？視聴者プレゼントとしてこのサイン入り SSR オロチマルを。はい、今日は江戸天生の実験をやっていくわよ。まずは影分身で試してみるわね。クローンに人権とか、ムサマみたいに分裂の術すれば生贄コストにできるのでは。今日はゲマキのパック開封していくわね。サルトビ先生が出たわ。ボルトオロチマル様はちょっと美人になってて、ぶっちゃけ丸来れるし、ちょっと人外な美形って感じに。あらあら、困っちゃうわね。ドラムが上手い方のオロチマル。このカードすごく売れてるようだけど、私には一銭も入らないのよね。ゲマキ公式さん案件待ってるわ。ふふ。ゲマキ開封しながら、そいつとの思い出語ればいいんじゃないかな。これはこれは、1パック目からサルトビ先生とはね、今時の子たちは知らないかもしれないけど、私が殺したのよ。赤バンされそうな発言は控えてもらって。めちゃくちゃに荒れてコメント欄閉じそう。今日は焼肉屋さんでバイトするわ。最近運動不足なのよ。そこで今日はランニングするわね。河川敷を笑いながら走って、ヤマトくんをおちょくるつもりよ。私のカード結構高値らしいわね。今日はチャンネルオリジナルのカードを作って、抽選でプレゼントするわ。前科三班伝説の三人、オロチマルよ。あら、次のパックは綱でね。こいつの大切な人になるとみんな死ぬわ。あら、綱でじゃない、SSR もらったの？ふーん、みんなはほかげとしての綱でしか知らないでしょうけど、実は綱では大事な人を死なせるのが得意でね。あら、水着綱で姫ね。もう70代なのに姫って呼ぶのは逆に失礼かしら。あんた同年代。いやまあいや言及すると面倒だし。オロチマルは三人のことなんだかんだ好きだから、そこまで辛辣なこと言わなそう。ジライヤくん随分強い性能じゃない。やっぱり伝説の三人ってことかしら。あら、イチャイチャパラダイスとのシナジーは特にないのね。いつかは実装されるのかしら。ちなみに私は大切な人に死なれるのと、殺されるの両方得意よ。ふふ、これ以上の発言はなる。七代目に怒られそうだわ。控えるわね。あら、これは私ね。ちなみにカード化にあたって、私に許諾の類の連絡は来てないわ。本当に舐められたものね。でもまあ、ふふ、よしとするわ。誰引いても私が殺したのよ。に繋げられそうだなこいつ。実際あるからな、オロチマルのサイレアカード。なーにこれ。今日は江戸天のやり方を教えちゃうわね。ジライヤが生きてたらなんて言ったかな。多分楽しそうだから混ぜてくれっていう。毒抜けて丸くなったオロチマル相手だと、また昔みたいにバカやってる可能性は高いと思う。今日は恒例のジライヤコラボよ。もう20回目ね。この葉の負の歴史はだいたい8割くらいは、断層が原因で残りの2割が私と断層の合作よ。今日は伝説の3人と当時の3代目の話をするわよ。ゲストとして本人をお招きするわね。ジライヤを江戸転生していくわね。あらやだもうやだー。ここにお肉を先鋭ジャッシュ。衝撃の結末。この葉崩しもう一回チャレンジしてみた。二代目ほかげ様の禁術使ってみた。今日はフォートナイトで優勝していくわね。あらー。
サスケくんも仕事を選ばなくなったのねー。今日は一楽の焼き餃子とシュワシュワで優勝していくわね。ふ、この体はあらゆる毒に耐性を持っているの。おかげで全然酔えないわね。本編でもやりそうなくらいには丸くなってるからな。てか普通にオロチマルは YouTuber だろ、何言ってんだ。自分をオロチマルと信じてやまない一般人定期。そして中の人も動画を上げたんだよな。自分をオロチマルだと信じてやまない一般人に感化されて、自分を一般人だと信じてやまないオロチマルが優勝していくわよ。自分だけでなく他人からも、オロチマルだとみなされてませんか。禁術使ってバンされそう。もうなってるんよ。昨日も料理動画上げてたけど、勝手にこの葉の里アルバイトランキング発表してそう。もうなってる定期。昔の話とかでじゃあご本人呼びましょうねって。個人呼べるから江戸転生超便利だなって思った。下人並みの感想。ゲジゲジ食ってたな。千円チャーシュー。不死転生で一般人に乗り移ってるからね。この料理はわしが作った。それに合った味変もな。千円チャーシュー。厳選聴衆。林間学校。初代様の細胞について研究や実験をするわよ。原作は自分を一般人だと思い込んでるオロチマルで草生えた。今日は一楽で優勝していくことにするわね。ナマズとかコイとか釣ってるんでしょ。今日はイチャイチャパラダイスの朗読をしてみるわよ。バンされるわねこれ。レアカードの画像どうやって撮ったんだよ。昔の格好をして撮ったのか。一応あれはイラストってことになってる。でなきゃほかげ妻を水着サンタコスさせてることになる。えならセーフだ。冷静に考えると、ほかげを殺してこの葉崩しを主導した存命の大罪人カードをよく販売できたな。ヒトラーモチーフのキャラとかもいるし、多少はね。オロチマルはわざわざバーチャル美少女受肉なんて、回りくどいことせずとも、リアル美少女受肉ができるんだよな。この葉崩し時の肉体は女性だしね。最初は料理で優勝する人が有名だったけど、今年は虫食ったり魚釣ったり、ボイパしたりするオロチマルが有名になりつつある印象。一般男性、ドラマー料理本出版大物声優とコラボ、モコミチともコラボ中の人認可定期。オロチマル、私が尊敬する忍びランキング、ベスト3を発表するわ。3位サルトビヒルゼン、2位サルトビヒルゼン、1位サルトビヒルゼン。気軽に禁術を使うんじゃない、まだらかん。術の解説、実演禁術江戸転生を披露。オロチマルをやってる YouTuber が2人いるのがおかしい。樹院から生えてくるんだからそりゃ増えるでしょ。最近結婚したもんな。実際影分身で、江戸天のコストって踏み倒せるん。江戸前の天ぷらかな？食い逃げかな？オロチマルみたいな綺麗で性的なオカマって、少年漫画だと珍しいかもな。オロチマルはそもそもオカマとかそういう次元の話じゃなくて、最初から性別なしで、たまたまああいう喋り方みたいなノリな気がする。フルパワー人間のアニメで、ナレーションさんに。ちなみに、こんな喋り方だけど男の人だよ。って言われてた。どうして初期に里を襲ったりした肉気敵が生きてるんです？今回は初代ホカゲを江戸転して砂隠れを森隠れにできるか検証してみることにするわ。今日はこちらの体をさばいていく。柱も江戸転 RTA。衝撃江戸転生で蘇らせた忍びに話を聞いたらヤバすぎた。一般男性とオロチンユー混ざってることに気づいていない人がいるわね。もちろん私はファンファンで優勝するわよ。サルトビ先生引いて嬉しそうでダメだった。動画のネタでまたこの葉崩ししてて耐えられなかった。誰でも手軽にできる禁術とか紹介してそう。エロ仙人とコラボでチャンネル。ここが無限つくよみの世界か。オロチンユーが一般男性に、登録者数で勝ってるのが面白すぎるんだよな。声すぎだろ痩せろオロチマル。声真似の人の影響力がでかすぎる。あら、忍界対戦、のカードね。みんな知ってるかしら。少し前に起こった第四次で、私が改良した術が大活躍したのよ。もちろん、敵側での話だけれどね。綱ではある中からやってそう。一般男性なのかオロチンユーなのか。皆さんは、オロチマルが YouTuber になったらありえそうな展開、についてどう思いましたか？コメント欄で教えてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。